移民を受け入れて、そしてこれをですね、あの人は、あのオバハンは高度人材と言っております。高度人材と呼ばれるその介護職の人間を日本に入れましょうと言ってるんです。高度人材だからこれは移民ではございません。それがですね、63歳小池百合子の主張でございます。こんなね、子供騙しの論法がね、こんな子供騙しの論法が通じるわけないでしょうよ。当たり前のことなんですよ。であればどうするのかと、都知事になった場合あんたはどうするのかと聞かれたら、私は介護職に手当を、東京都内だけですけれども手当を増額いたします。じゃあその財源はどこにあるんでしょう。財源は外国人生活保護の打ち切り、民間高齢施設への課税強化、こういったね、こういったさまざまな施策、今ですね、こちらで配っていると思いますけれども、そちらのですね、チラシですね、そのチラシ、7つの約束というのを皆さんに提示しております。私が都知事になった場合何をするのかということが書かれております。これはイコールで財源も明確に皆さんに示しているものです。外国人生活保護を止めるのは都知事の専権事項なんですよ。東京都知事が決断さえすれば誰が都知事になってもできるはずなんです。しかしあの人を含め誰もやらないんですね。誰もこんなこと公約に載せません。ですから私は皆さんにお約束いたします。私が都知事になったとき、最初のね、一番最初の都知事としての命令は、外国人に対する生活保護の窓口を直ちに閉鎖しろと命令します。たったこれだけで400億円ですよ。これが恒久的に東京都民のもとに戻ってくるんですよ。私は必ず約束を守ります。これだけのね、これだけの覚悟を持って聴衆の皆さんに訴えかける候補者いないんですよ。鳥越候補にせよ、増田候補にせよ、小池候補にせよね、何のね、何一つというでも覚悟がない。だからね、東京都政を良くします、こんな公約ばっかりなんですよ。で、挙句の果てがですよ、挙句の果てがコスプレやってね、60過ぎたおばはんがコスプレやって、で、東京全土をアニメランドにしますとかね、もうね、取り上げるのもバカバカしいような公約をやるんですね。これはね、いつも言ってますけれども、君たちがバカにされてるんだよ。君たちがね、君たちが政治家に対して厳しい目を向けないから、あの人がバカにするんですよ。東京全土をアニメランドにするら、そんなことできるわけがないだろうよ。どうしてもやるって言うんだったら、財源を明確化すること、あるいは用地をどこにするんだと、それをね、提示すべきなんです。この一点を取ってもね、小池候補、あるいはね、増田候補、あるいは鳥越候補、この人たちは都知事にふさわしくないんです。私は自分に自信を持っております。皆さんに示した公約、これは日本人のための公約、財源を確保し、そしてこの世の不条理を正す公約だと心の底から信じております。だからこそ皆さんに具体的に、そして公約としてあなたたちに示してるんです。それだけの覚悟を持って皆さんに約束ができるのは桜井ただ一人でございます。
今日はですね、この池袋駅西口で、演説を行わさせていただきました。本当に最後までご清聴誠にありがとうございました。